はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ちょっとね、構築をなんかちょっとうまくいじりたいなっていう、改善点がいくつか、改善が必要な点があったりしていじりたいなって思いつつ、ついつい昼寝をしてしまって、構築が変えれません。どうも、山田です。選出決めるんですけど、まあ、ハピーは欲しいかな、ガモス考えると。トゲキもいるでしょ？で、まあ、ギャラドスエースマンをヤドランで見るノリがいいかな。テラキオンもいけそう。本当はヌオーも欲しいんだけど、まあ、ウーラオスがどっちかによるかな、あとは。ハッピームドヤドランかな。まあ、ウーラオスがテロしてくるとちょっとうざいけど、しょってテラキ、まあ、ハッピーデートゲキッスとウルガモスは間に合うから、まあ、無動でステロを巻きたい感じだったり、ヤドランで対面有利から行きたい感じだったりっていうところ。まあ、無動から入ってステロ巻くか。そうするとウルガモスと突撃数結構制限できるし。これで行きましょうか。ギャラドスにも強いかな。これだと。だとにかくウーラオスが心配。ウーラオスさえいなければ、もう負けようがないんですけど。まあ、そもそもウーラオスが水の方だったら、ヤドランでも見れそうだけど、悪の方だったら、エアムドでも無理になりそうっていう。本当にそれ依存。型依存だね。ウーラオスから来た。だったらエアムドから入ったのは正解で、一撃の方か。タスキカウンターうざいよなぁ。まあ、ステールスロック巻きから入りますか。まあ、引いてくる。ああ、引かないのはやばいやつなんじゃない？もしかして。勘弁して。ああ、やばいやつだ、これ。やばいやつだ、これ。ハチマキだったらボディプレイから入らなきゃダメで。それはまずいやつで。ダイナックルで。耐えてダイナックルして木の実食って。あー、ボールから入るべき。いやー。ちょ、このハチマキ、ウロスだけでもう無理なんだよな。何なら受けが成立するんだっていう話ですよね、これ。耐えて木の実は食うんだけど、鉄壁から入っても何も意味ないしな、急所に当たってくるから。実はこのポケモンが世界で一番やばい。あー、もうこれ無理じゃね。もうこれ無理だ。なんかまともな性能を持っててこいつに強いポケモン誰かくれ。あー無理だ。かといってタスキカウンターもいるからボディプレイ押せないよ。無理だ。このポケモン無理だ。こいつに勝てねえ。ネットで焼いてくんないかな。どすこい。強っ。生の身で半減にしてるのにこんなに入るんですか。たまらんねえ、ダメージが。焼けないなら負けだー。終わった。ぐちゃぐちゃにされた。誰かこのウラオスをこの世界から消してくれ。マジでこいつには勝てないよ。助けてくれよ。ね、気持ちを切り替えて2戦目やっていきます。これどうしようかな。エアームドとヤドランって投げたいけど、そうすると必然的にラストはハピかな。ただリザードンにちょっと怪しいよな。まあでもこれでいくしかないか。無動から入ってステロ巻きたくてハピヤドランで、まあ何に対しても基本的に
引きが間に合うはず。まあできればゴリランダから入ってほしいな。そんでステロ負けるとリザードンが結構雑魚になるから余裕なんだけど、リザードンやめて。オッケー、ゴリランダから来た。ステロ絶対マーク、まあ、はたかれてもいいや。はたかれても羽押してで、まあ、大丈夫だから剣舞でも死なない。鉄壁もある。まあまあ、リザ引きだったとしても、あー、グラスシードね。はいはいはい。どうせでもこのタイミングお前引かざるを得ないだろ？そのゴリランダよ。ステロ紛れだよ、こっちは。引くだろ、絶対。これで鉢巻きじゃないことが割れて、剣舞オッケー。これいけると思ってるだろ、このゴリランダで。こっちはステロ巻いてから動く余裕があるんだよ。なめんじゃねえぞ。鉄壁で。まあ、ダイナックルとかかな、おそらく。おそらくダイナックルとかがあるんだけど、こういう時はね、ダイジェットが欲しいね、ヤノドンも。ただ、ゴリランダーは、エアムで完封できるから、これ完封できなかったら、このエアムと首です。巨大コランダー、でもそれ4分の1だぞ。そんなもんだよね。なめんじゃねえ、ヤムド。はい、鉄壁。これで次のダメージ雑魚になるでしょ。ダイマックスこっち切んなくても平気だよね、これ。羽遅そう。次、等倍で受けれるんで。まあ、引きじゃないかな。そうだよね、オッケー。ダイマックス無駄打ちさせたぞ。だから、ダイマックス相手に無駄打ちさせても、こっちはダイマックスを有効に別に使えないから。どうかっていうね、話なんですけど、ダウンロードか。本当はここボディプレで、ポリツぶっ飛ばしに行きたいんだけど、大丈夫、無理だよな、多分なんかそれ、事故るとやばいから、丁寧にハピナスに引きます。てか、そもそもゴリランダをもう見れるっていう役割が絶対的なものがある以上、ヤムドは切る必要なくて、ハピナスもたやすく出せると。はいはいはい。まあ、そっちはね、放電でワンチャンのシビロ狙ってくるけど、こっちは電磁当てるからな、一発で。命中9割で、まあ、比率が9割だから。トラタ、変なの引くなよお前。よし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 。ここはしっかりとポリゴン2まひらせていて、で、ステロ巻いてるから、サイクル回せば回そうと相手の方が削れていくね。ゴリランダーは例外なんだけど、ここゴリラ引き考えたら一回トラート打ちたいけど、多分引いてこないから瞑想でいいや。うん。これは割と、いいペースだと思う。トラーター。こっち一回瞑想積んだからもう火力がそんなもんだよね。急に雑魚になったな。トラーター打っていくか、こっちも。オッケー、ここ引きのとこに瞑想積んでるトラーターが入る。エースマン。もうでもダイマックスないエースマン怖くないぞ。ステロも結構入るし。瞑想積んでるかワンチャン飛ばね？ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばせ。よっと、ざまみろ。凍った。こうやだな、引きで。まあ、火炎ボールでしょう、おそらく。やったー、ざまみろ。これでもう引けなくなったね、しかも、このエスパン。え、何？撃ってないの？膝撃ってきたの？もしかして。まあ、いいですけど。熱湯かな？はいはいはい。まあ、関係ないよ、どっちみち。ヤドラン絶対死なないから。オッケー。オッケー。あれ？なんか止まったぞ。おい、大丈夫か？はい、ザコー。トゥーイージー。へへへへ。
はい、おつー。じゃあ今日もね、これ楽勝な1試合目ボコボコにされたわ。2試合目楽勝だったんで元気よく終わります。おつおつおつ。